刺激というテーマでどんなお話にしようって思った時に、まず真っ先に浮かんだのが地元の観音崎の洞窟の前に立て看板がありまして、そこに書いてあるのが昔行基という方がここに現れた大蛇をやっつけてこの洞窟に収めましたっていうことだけ書いてあって、ずっとそれはちっちゃい時から見てた。まずもうそれしかなかったです。他の演目は何も考えずこれにしようってみんなで。見どころはですね、生で、バンドを組みまして、ドラムとベースとギターとで画期的な生演奏を繰り広げます。そしてさらに、今回のお話は村人がメインになっていまして、その方たちが悩んだり楽しんだりするところを見せたいと思いまして、すごく綺麗に上手に踊るというよりはそれぞれの気持ちになって歌と音楽に合わせてパフォーマンスをするところです。